はい、皆さんこんにちは、火曜マリノです。今日はですね、今競馬界では大変ニュースになっております、JRA の調教助手らが、持続化給付金の不正受給をしたということとですね、それに暗躍する税理士のお話をちょっと取り上げてまいりたいと思います。で、JRA ですね、競馬なんですが、この競走馬というのは日々ですね、トレセンというですね、まあ、施設がありまして、ここにですね、まあ、収容されていて、日々調教を受けているわけです。で、このですね、今回、まあ、話題になっているのはこの調教助手ですねが、持続化給付金の不正受給をしたのではないかということで、 JRA が、2500人を対象に調査をいたしまして、130人が、持続化給付金を受給していたことが、まあ、判明しました。で、JRA によるとですね、競馬というのは、まあ、皆さんもですね、感覚的に、まあ、そうじゃないかなと思うところがあると思うんですが、コロナウイルスの影響とっていうのは、まあ、少ないというふうに言われています。まあ、一時的にですね、パチンコ店が、まあね、やいのやいの言われたとか、そういった話題あったと思うんですが、競馬というのはですね、まあ、コロナ関係なくですね、開催されていたわけなんですね。で、まあ、そういった事情もあって、まあ、持続化給付金の受給自体ね、どうなんだというところで、まあ、調査が入って、不正受給の疑いというのが今回出てきたわけです。で、このですね、不正受給に至った経緯としては、スポーツニッポンの、まあ、記者がですね、この、まあ、持続化給付金という制度があるんだから、これを受給してみたらどうかというような形で、まあ、仲介をしたというふうに言われていて、スポーツニッポンはですね、これに対してお詫びの文書というのを公表しております。で、この調教助手らもですね、ただ、まあ、あの言われて、記者にですね、こういった税理士がいるから、どうだというふうに言われただけではですね、当然怪しいと思ってそんなことしないわけですよ。じゃあどうして、今回ですね、こういった不正受給、まあ、持続化給付金という話を持ちかけられて、申請にまで至ってしまったのかというと、このですね、持続化給付金の不正受給の背景には大阪の、税理士、これがですね、関わっていたというふうに言われています。で、このスポーツニッポンの記者と大阪の税理士というのは非常に仲がいいそうでして、ね、この税理士がこの不正受給をサポートしたんじゃないかというふうに言われているわけなんですが、この税理士はですね、マスコミ各社に2月28日ファックスをしてまして、私たちはここには関わっていませんというようなですね、まあ、文書を公表しております。で、アイラというですね、実は雑誌があるんですが、この雑誌でですね、この大阪の税理士は何者なのだというですね、まあ、記事、特集が組まれてまして、それによるとですね、この税理士はですね、なんと馬を30頭も所有しておりまして、非常にですね、まあ、やり手の方なんであろうということがもう想像できます。で、2008年に実は馬主登録をしておりまして、2014年にはですね、1.4 億円もするですね、馬を購入しているということで、まあ、そこからしてもですね、この税理士ただものではないわけです。で、馬主になるというのはですね、本当にまあすごいことでして、馬主の条件としてですね、所得が2年連続1700万円以上、かつですね、資産が7500万円ほど、あること、まずこれが最低の条件なわけです。社会的にもですね、大丈夫な人物であるか、そういった、まあ、厳しい審査もあって、馬主になれるわけです。で、30頭っていうのは本当にすごくてですね、馬というのは1頭所有するだけでどれほどの維持費がかかるかといいますと、70万円ほど、かかると言われていますので、30頭所有しているというだけで、まあ、その、まあ、すごさというのは十分に伝わると思います。で、まあ、こういった背景があってですね、馬主としての影響力というのは非常にあったのではないかと言われていて、まあ、実際にもですね、競馬業界では、競馬の世界ではですね、この税理士というのは、影響力が非常に強い方であったというふうに言われています。で、この税理士が、まあ、経営する事務所にはですね、まあ、この持続化給付金の例えば申請ガイドをしたとしたら、1人につき 10% の手数料をもらっていたということですから、まあ、100人ですね、手続きをしたら、まあ、1000万円ほどの報酬がこの税理士に入っていたということになってくるかなというふうに思います。まあ、こういったね、ニュースが今競馬の、まあ、スポーツ紙の中では、大変ですね、話題に上がっています。まあ、一般のニュースであまり知られてないことなんですが、実はスポーツ紙では連日ですね、この件はどうなっているのかという形で続報というのが、ずっと伝えられている状況であります。で、今回は、まあ、税理士の先生もね、こういったのに関わっているということで、うちのチャンネルでもですね、取り上げさせていただきます。
ただいたわけなんですが、まあ、いずれにしても不正受給というのはね、これからもどんどんいろんな形でですね出てくるかと思いますので、特にねこのちょっと馬競馬業界にね多大なる影響力を持つ税理士の先生についてですね今後の続報というのを追っていきたいというふうに思っております、そんな感じで、ね、今日は、この、ね調教助手らの不正受給に関して取り上げさせていただきました。皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。